ハイラルの歩き方、ゼルダ姫が旅する世界をちょっとだけご紹介します。豊かな自然が織りなす大地ハイラル、大きな平原の中心にハイラル城があり、周りには城下町が築かれています。世界は地続きに広がり、各地にはさまざまな種族たちが暮らしています。灼熱の砂地が広がるゲルド砂漠、砂嵐が起こる厳しい環境の中で女性ばかりのゲルド族が暮らしています。怪しい遺跡の探索もいいですが、疲れた時はオアシスでの休憩も大切です。風光明媚な水源地帯ジャブール水域、海ゾーラと川ゾーラ、2つのゾーラ族がそれぞれの里で暮らしています。おや、何やら揉めているような。切り立った崖と流れ出る溶岩が行く手を阻むオルディン火山、麓には人々が生活するカカリコ村があり、険しい山道の先にはゴロン族が暮らしています。美味しい岩を採掘しているようですが、ゼルダ姫は食べられません。草木に覆われ入り組んだジャングル地帯フィローネ湿原、森の奥でデクナッツと呼ばれる奇妙な種族に出会えるでしょう。甘いものが大好物という噂も。いろんな地域を巡る旅の途中、大小さまざまな悩みを抱えている人と出会うことでしょう。彼らの悩みは冒険手帳でいつでも確認できます。旅の合間に解決してあげると物語が進んだり、特別なアイテムをもらえるなど、いいことがあるかもしれません。各地にはシルベと呼ばれるものがあり、一度登録すればマップからすぐに移動することができます。それでもハイラル中を歩いて移動するのはかなり大変。そんな時は馬に乗る。弱い魔物は蹴散らして、ちょっとした段差ならどんどん進めます。さらにある条件を達成すれば、借り物の人参で馬を呼べるようになります。またアキンドナッツが各地でスムージー屋を営んでおり、集めた素材でスムージーを作れます。組み合わせ次第で効果も様々、きっと旅の役に立つでしょう。他にも服やアクセサリーを手に入れて装備すれば、能力をアップさせたり見た目を変えることができます。起伏に富んだ大地や一筋縄ではいかない洞窟など、世界の探索には借り物の力が不可欠です。しかし道を塞ぐこんな大きな岩はお借りできないし、借り物を使ってもびくともしない。そこでトリーから授かったもう一つの力、真空。真空をするとゼルダ姫の動きに合わせて物を動かすことができます。大きな岩を動かしたり、埋まっているものを引き抜いたり、邪魔な敵を移動させたり、作り出した借り物にも真空できるので、魔物を壁にして体当たりしながら進むなんてことも。さらに動くものに真空すれば、相手に合わせてゼルダ姫を動かすこともできます。うまく利用すれば空を飛んだり素早く移動したりもできます。自分が動くか相手の動きに合わせるか、真空中はいつでも切り替え可能。アイデア次第でいろんな使い方ができます。借
借り物と真空を駆使して南極を乗り越えるゼルダ姫の旅で大事なポイントです。ハイラルの各地に突如発生した謎の裂け目、ゼルダ姫はその謎に挑むことになるのですが、その話はまた次の機会に。ゼルダの伝説、知恵の借り物。